ルくん、はい、何ですかこの学校は。我々罰ゲームですか。罰ゲームじゃないね。お互いのサプライズが被り合った結果こうなってるっていうのは前回の動画よかったら見てください。そしたら分かると思うんで見てください。じゃあ早速ね、この豪華な食事をいただこうとの前に、はい、最後じゃないですか、わたるくんの出演。わー、それもこちらの動画見ていただいたら分かるんですけども、最後にサンタコスっていういいんじゃない、爪痕残すって。わたるくんらしいけど。確かに、うん、とりあえずいただきますしようか。いただきます。いただきます。やばくね、これやばいよね。ステーキですよ。もうなんか漫画とかさ、ドラマで見るような、うん、本当だよ、絵に描いたようなお肉なんだけど、ね、でこれデザートでしょ。でこれポテサラ、スープ。あ、ちなみにここ180万円のホテルのフルコースです。はい、まあ、それもぜひ前回の動画見てください。おソースをかけていいですか。あ、おソース分かりました。そしたら私おビールを入れいいですか。すいません、はい、ああちょっと待って、こんな帰っちゃったよ。ありがとうございます。いいえ、おもてなしをしていただいて最後にってことで、いただきます。いただきます。いただきます。いいですか。はい、眠い。お世話になりました。いやいや、別れるわけではないかんで、勘違いする視聴者するかんで、前回の報告の時に、やばい、はい、おいしい、別れると思ったみたいな結構コメントあって、別れませんよ、別れませんよ。いただきます。はい、今回さ、食べながらでいいんだけど、わたるくんにいろいろ聞きたいことがあって。なんか緊張するね。いや、やっぱさ、最後の動画じゃん、うん、だから今回いい機会かなと思ってちょっと聞くよ、うん、はい、食べながらでいいの。うん、じゃあラフに食べながらいただきます。どうでした、私のチャンネルに出てどういう感想でした、1年間。まあ最初の頃振り返ると、うん、これね、今でも覚えてるんだけど、はいはいはい、カメラが、まあ、重厚に見えましたと。ちっちゃいデジカメじゃん。まあそうなんだけど、このカメラの向こう側に何十万っていう人を見てる、うん、ってなった時に、この場ではこの場では、はい、あ、まあ動画撮影してるんだろうなって思ってたけど、まあ実際動画が上がってからだよ。視聴回数数万回とか数十万でしょ。そうだね、初めて見た時何十万とか言ったよね。そうだよ ね、 あの動画もうどんぐらい言ってんのかな、すごい言ってるよね。言ってて、初出演の時モザイクだったけどね。でその時さらに聞いたのが、東京ドームの満員の人数が5万人だと、うん、公開してから確か40万再生ぐらいすぐ行ったんだよね、ありがたいことに。だから東京ドームの8公演分みたいな、うん、安室奈美恵さんじゃんみたいな。ほんとそうで、改めてね、ありがとうございます。いろんな人に見てもらえる、うん、だから適当にできない、ちゃんとしなきゃとか、なんかそういうね、義務感がね、最初の頃は出てて、あんまり素が出てなかった。それは私もそう感じた。本当、うん、申し訳ないなと思った。わたるのなんか良さをなんだろう、私がなんだろう、もう少しリードできたらよかったなっていうのはすごい思ってた当初はね。あと生意気ながらじゃないけど、はあはあ、なんかまあ出させてもらってる立場、そんなで動画出て、まあ、いろんなコメントをこうもらうよう、次第にもらえるようになってきたじゃん。はいはい。その時にコメントにこうなんか寄ったよね、やり方とか自分の気持ちとか。それはどういう意味ですか。例えば本来自分だったらこういう行動を取るのに、うん、コメントでああいうコメント来てたな、これって良くないんだやめようとか、発言のテイストも変えるとか、うん、っていうところで、まあ、最初からまあ3ヶ月4ヶ月ぐらいかなはやっぱその傾向になりつつあったよね。まあ一番あとびっくりしたのはやっぱり事務所にお邪魔してエレベーターでヒカキンさんに一生の記念だわとか、地元の友達に LINE するとか、なんかすごかったよね。すごいよ。いや、あの時さ、びっくりしたじゃん。だってあの六本木ヒルズの事務所に、うん、私たちがさ、37階のオフィスがあるところから1階に降りようってエレベーター乗ってたじゃん、うん、で、確か6階ぐらいから乗ってきた人がヒカキンさんだったんだよ、うん、たださ、やっぱあのお方はめちゃめちゃ有名人だから変装してるわけね。なんか帽子とかサングラスとかも全身武装みたいな、うん、で、6階ここでプーって入ってきて、すごいいかつい格好した全身ビトン着た人が私に挨拶してきたなみたいな、うん、そうだね、え、誰この人ってなったので、私もみたいな感じで、そしたら渡るが LINE のトーク画面を私に見せてきて懐かしいな、ヒカキンさんだよみたいなね、みたいな感じだったんだよね。
美味しくないこの肉。もう半分以上食べた。早っ、美味しいね。もう最初の頃さ、結構叩かれなかった、わたる。どうなん、叩かれたかな。まあいろんなコメントは寄せられてたね、確かに。もう登録解除します、さようならとかいうコメントはやっぱ多かった。青木かのんちゃんが好きって言ってくださる視聴者の方の中にはやっぱり、まあそうだよね、彼氏できたからもう登録解除しますみたいな、そこはね、なんとなく私も予測していたけども、実際に言われるとなるとちょっとね、うわって心に来たけど、まあ、でもね、撮りたかったからね、私渡ると、うん、まあいろんな思いがあったよね当時は。いや、まあそっから徐々にこう慣れて。じゃあ渡るがその素が出てきたなって思うタイミングの動画ってどのあたり？あのテキーラドッキリじゃない。あれ？あの時はなんかしっかりこう悪意を込めて、あ、そうだった、素でやれたから、うん、自分らしさがこう出たのかなって。確かに生き生きしてたよね、思いはある。でその時になんかコメントで、まあ、演技が上手とかいろいろコメントいただけたから、評価をしてもらったことが嬉しくて、うん、あ、これでいいんだみたいな、自分の素に寄せてた演技というか形で表現してたから、あ、なるほど、これでいいんだってなって、あそこから結構弾けたから。次に聞きたいのが、私のチャンネル見てて経験した中でもう辛かったって思ったことは？いや、ないんだよね、本当に。え、ちょっと待って、僕は申し訳ないんだけど、本当に一つもなくて。マジですか？ YouTuber ってさ、いろんな企画考えたりとかさ、はいはいはい、見せ方変えたりとか表現する方法がいっぱいあるから、本当にこれはね、教えとかじゃなくて勉強になることが多くて、例えばカメラの角度一つそうだし、うん、やるそのコンテンツ一つ撮ってもそうだし、うん、だから全てがなんか新鮮だったから、うん、なんか辛いとかいう感覚はね、ほぼないんだよね。嘘つかないで。いや、本当になんか勉強の日々だったね。助走企画、まあ、最初嫌がってましたほら、おい、最初嫌でした。めっちゃ嫌がってたじゃん最初。あの頃って結構その友人から LINE が来たりとかして、あ、動画見てるよとか、そうだよね、いう声がね結構増えてきた時期なんで、ちょうど地元で有名人だもん有名人じゃないけど、まあ認知してくれる人が増えてきたから、友達が見てるっていう時に、この企画やったらちょっとバカにされちゃうんじゃないかなとか、そこのね、ちょっと恥じらいがねすごいあってね、だからねちょっと辛かったあれは最初は辛かったんだけど、うん、ただ思い切ってやってみると、それ終わった後に言われたんですよ。あの、やる前に言わなかったの、なんかそこがすごいなと思った。普通だったらさ、いや、やだよやだよって言うけど、やった後に実はめちゃめちゃ死ぬほど恥ずかしくて本当は嫌だったんだけど、でもやってみたらなんか案外楽しかったみたいな、うんうん、成人じゃんと思った。あの、聖なる人って書いてる、あの、性的な成人ではなくて、お前ね、自分で言って動揺してで、まあ良かったところで言うと、うん、ドッキリがやっぱ徐々にこうなんか上達してきて、そこに対して評価が上がってきた時からドッキリのコメントがね、なんか肯定的なものがすごい増えてきてから、やってってさ、自分のこうなんか力ついていくと嬉しいじゃん、シンプルに。嬉しいけど、まあ被害者だよね。そうですよ本当に言えろ。そうですよ。あ、でもなんか今まで自分が撮れなかった動画とかできたし、なんか新たな渡るとのそのね、関係値みたいな、違う意味での渡るが見れたから私楽しかった。でもドッキリかけられてる時はうーみたいな、だってここもそうですよ。思うものがいろいろあったなと思って。あ、そうなの。グッとくるものがあるよね。やめて、泣くな。振り返るとね、泣くなよみたいな。泣かないんだけど、うん、やっぱりなんか、うん、泣いていいよやっぱり泣かないよ泣かないけどやっぱ思うものがあるよね。いや、だからほんと、まあ1年通して、約1年を通して、1年半ぐらいじゃないかな。1年半ぐらいか。うん、まあ通してほんと楽しかったなっていう。ちょっと質問あるんですけどいいですか？はい。これは多分視聴者さんの中でも思ってる方いるかもしれません。うん、今後もう一切動画出れなくなるんですか？正直この先何が起こるか分からないから、ゼロとは言わないけど。すごかったよその報告動画。いや、まあいろんなコメント見させていただいて、まあ今後もなんか出てほしいとか、声だけでもいいからみたいな、まあいろんなこうお声をねいただいてね、考えるものあったんだけど、まあ今はちょっと難しい。で、会社が完全 NG っていうのがさ、個人的な感情をここで言うべきかどうかちょっと迷ってるんだけど、でも本音で言うと、動画に出ちゃダメとか副業ダメとか言う会社、もうちょっと多めに見てよって思うんだよね。まあいろんな見方があるからね。まあただね、立ち位置とかさ、会社の中での役割とか考えると、うん、まあ、これが影響してくるって。だってさ、前言ってたじゃん、会社の人なんか視聴者さんいたんでしょ？そう、視聴者さん。 すごくない？でも俺が出る前からの視聴者さんがやっぱ多かった。あ、なるほど。え、あ、そうなの？そう。
じゃあ青木かのんちゃんの動画見てたら、え、わたるさんいるじゃんみたいな感じ。そう、あれみたいな。え、それ面白いな。どんな反応された？まあ最初は信じてもらえないよね。え、どういうこと？似てる人みたいな。うん、そっくりさんだよね。なるほどね。なんか似てるよねみたいな。うんうんうん、そんぐらいのテンション。あ、そうなんだ。え、それで信じてもらった時はどんな感じだったの？サインくださいみたいな言われた。次何撮るんですかとかやっぱ言われるかな。それ男性女性どっち？女性。嬉しいね。うん、可愛いその子。可愛いんじゃない？なんでね。どっちが可愛い？そりゃあなたですよね。ちょっと待って、口からブロッコリー出た。ちょっとやめてくださいよ。え、じゃあもう一つ聞いていい？いいよ。なんか普段のプライベートの私とまた YouTube って違うわけじゃん。うん。どうですか YouTube をやってる私と関わって。それで言うと、じゃあ2つの面で伝えたいことみたいなものを、まあ、今簡単に思いついたのが、うん、まあ、まずプライベートに関しても、はい、まあ、お付き合いしてから1年3ヶ月近くを経とうとしてます、はい、で、まあ、YouTube で関わることに関しては、まあ、今後共演っていうのはないんですけど、まあ、陰でサポートをできればいいかなって思ってます。プライベートの方に関しては、まあ、これからもずっとそばにいて支えてあげれればなっていうふうに考えてます。だから YouTuber としてこう仕事を陰で支えるサポートの応援の部分と、あとまあ彼氏としてサポートの部分、この2つの面で青木かのんさんを今後、まあ、動画には出ないんですけど、ウニだこれ、あ、ごめん、支えていけたらな。すげえウニだ。まあこんな感じですけどっていうふうに思ってるかな。ありがとうございます。プライベートの私と YouTube やってる時の私ってどうですか、違いありますか？ないんじゃない？っていうのもない、うん、結局多分プライベートの自分を動画で撮ってって、うん、それがなんかある種なんかこう視聴者さんが増えた時に、うん、なんか YouTuber の青木かのんさんにしか見えないわけじゃん。そっか。結局だって楽しいなんか自分を撮ってたら、うん、知らない間に YouTuber って言われるようになって、カニカマじゃない、カニだ、本物で YouTuber になって、うん、YouTuber の青木かのんさんって話でしょ。そう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 。だからなんか違いみたいなのあんま分かんないよ。ないか。もしかしたら疎いかもしれないけど、俺ら。だけどプライベートも動画も別に変わらないから。嬉しい。それはそう思ってもらえて嬉しい。だから一人の人間としてすごいと思うよ。超上げちゃうけど、いや本当一人の人間として、やめてやめてやめて、やってきたのを動画撮って今 YouTuber になったわけだから。もう落としていいよ、そっちの方が美味しいから。あっかのな、本当な、鼻毛ボーボーでなーって、脇毛がダイナマイトなんだよってってな感じで言ってますけど、まあ、本当によくやってるなっていう尊敬の面やっぱあるよね。ありがとう。いや、だから遅くない？なんかもうデザートですよ私。いや、なんかね、もう伝えられる場がこの瞬間しかないから。あ、やめてよ、もう悲しいから。食があんまなんかどうぞ通んなくて。出ちゃっていいよ動画に。いやいや、おいしい。実際どうですか YouTube に今後出れなくなった、うん、その心境としては今どういう風に思ってますか？まあなんかこれ綺麗事になっちゃうんですけど、やっぱ見てくださってる方の声がもう聞こえないから。いいよ、コメント欄に現れても。あ、それだったら全然現れる。わたるまんって、わたるんとかでもいいし。クソダサいよ。まあそんな感じで、あの皆さんとこう接点がなくなったっていうところは一番やっぱでかいかなって。それはね、うん、あの青木も思います。それはやっぱなんかそれだけと言ったら他にあったら失礼なんであれですけど、でも本当に今思い浮かぶのはそれだけ。そうだよね。うん、じゃあ最後嬉しい話で終わった方がいいんじゃない？嬉しかったのは街で声かけられたこと。あ、はい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 。嬉しかった。嬉しかった。どういう方に声かけられたの今まで？女性と。うわ、おい。あ、でも男性だろ。男性でなんか居酒屋行ったアルバイトの店員さんとかに、わたるくんですよね。え、どんな感じ？もう超イケメン。イケメンだったのその人は。イケメンだった。おい。お？目が見えてんぞ。あ、他にも他にも。あと女性の方、渋谷駅とかでまさに声かけていただいて。え、その人何？綺麗だったの？綺麗だった。まあでもいろんな方にも本当声かけてもらってね、あ、すごいな、どう YouTube って思ったね、改めて。やっぱり有名人じゃん、わたるくん。まあ有名人っていうとちょっと大げさなんだけど、まあ気持ちよかったの。ちょっと知られたなって。ちょっと気持ちよくなった。気持ちよかったね。わたるってさ、意外とさ、あれだよね、あのちょっとさ、たまに承認欲求が出てくる時あるよね。いや、てかちょっとっていうかあるよ、あるんだけど、 あるあんまこうなんか公にバーって言ってないだけで、どっちかの控えめなさ感じじゃん普段も、ずっと。まあそうだね。でもたまになんか声かけられて嬉しかったみたいな。おっ、わたるも承認欲求あるんだなと思った。誰しもありますよ。ありますね。認められたり褒められたりしたらシンプルに嬉しいもんね。まあ
ね。じゃあ今後わざるくんが街中で歩いてて、あの視聴者さんに例えば声かけられたとします。ごめんなさい、もう NG なんですって言うの？それはない。そんなこと言うわけない。むしろ全然歓迎します。引き続きですね、あのわたるくんといい関係をこれからも築いていけるように頑張りますんで、一旦ですね、このわたるくんが私のチャンネルにこう登場するっていうのは区切りとさせていただきます。本当1年間お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。感動しちゃうね、なんか感動しちゃうというか、うるっときちゃうね、なんかね。本当にありがとうございましたね。不思議な感じ。お付き合いは終わってないのに、なんかちょっと終わったみたいな感じもなんかある一瞬っていうか、まあ一つ大きな区切りだよね、本当に。うん、ちょっとアニメの最終回見終わったような感じ。遊戯がさ、冥界の扉を開けて帰っていったって知ってる？いや、わかんない。知らないんかい。さっき遊戯を俺めっちゃ得意ぜみたいなこと言ってたじゃん。知ってた。知らない？あれなんだよ、3000年前のエジプトの王の魂なんですよ、あれで。帰るべき場所の記憶を取り戻したから帰るの、3000年前の冥界。ちょっと待って、ちょっと待って、分かる人しか分かんない。はい、ということでですね、今回わたるくんとの動画は一旦ここで区切りということで、最後のわたるくんへのいろいろな質問をさせていただきました。少しでもですね、楽しんでいただけた方はぜひグッドボタン、あとわたるくんこれから頑張ってねという方もグッドボタンお願いします。寂しいけどね、私頑張っていくから、ちょっと裏で支えて。ございますよ。あと私のインスタグラムと LINE 公式アカウントも画面の下にありますので、そちらもフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。わたるくん頑張れ、転職頑張れ。さよなら、また転職先でも頑張れ。